各国の立秋年数3年4年5年6年学士は学士の学位の一つ。理学領域の主な学士号の一つで上位の教育課程では修士や博士などの学位がある。旧学位制度では理学士と称した。当該学位は主に4年生大学の理学部や理工学部の数学、物理学、科学など理学系統の学部学科で取得が可能である。 日本では1877年、東京改正学校と東京医学校を合併し、東京大学理学部設置数学科、物理学科、科学科、生物学科、生学科、工学科、地質学科、最高野勤学科の8学科が開設され、1879年には、旧東京大学大学の卒業生に授与される学位として、法学士、理学士、文学士、医学士、 生薬師の五種が定められた。1887年の帝国大学令発布により、学士号は学位から称号へと移行。1920年には大学令が発布され、私立専門学校令に基づく専門学校であった私立大学も正式に大学として認められた。これに伴い、早稲田大学が従前の理工科を理工学部へと移行するなどし、 私立大学でも理学士号が授与されるようになった。第二次世界大戦の終戦後、1947年、学士は学校教育法に基づく称号となり、大学も新生大学に移行。1956年には文部省により大学設置基準が定められ、理学士も29種ある学士号の一つと定められた。その後、1991年に、 学校教育法をはじめ、学位規則が改正され、学士号は再び学位として位置づけられるとともに、それまで、学士と専攻分野を先頭に関していた名称を、改め、学士と専攻分野を括弧で復帰する表記に変更され、理学士の称号は、学士の学位に移行。この制度改正に伴い、従前の制度で、授与されていた理学士の称号については、 学校教育法不足にて学位とみなされることとなった。これまで通り、主に大学理学部や理工学部など、理学関連の学部学科を卒業する場合に授与される、ほか、新たに創設された学位授与機構でも、数学、情報系、物理学、地学系、科学系、生物学系、総合理学分野で一定の受験資格を満たし、学位審査を合格した場合に、 学士の学位を取得する道が開かれた。なお、一連の学位制度の改正に伴い、従来29種に限定されていた先行分野の名称を各大学で自由に定めることが可能となった。この結果、学士号の種類は年々増加しており、理学分野及び異なる学問領域でも理工学と称する学位名称が誕生している。ありがとうございます。